どうも、キュウスケ全開、今のです。おしゃしゃ、どちゃん、ピッツァ。ピッツァだろ、お前さ。というわけでですね、今回まずはビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでみます。あー、どうもー、先生ー。やびさぜき、テープ取ってんちゃうの。岡本社長の今回の都市伝説は、我々が何気なく聴いている音楽が、洗脳に利用されている可能性があるのね。というわけでですね、今回その音楽にまつわる都市伝説について触れていきたいと思います。まあ我々が家とか電車とかで何気なく聴いている音楽が、実はイルミナティによる洗脳の目的があるというふうに言われてるのね。で、イルミナティの上層部であるロックフェラー財団は、以前にも動画で話したんだけれども、洗脳計画の MK ウルトラの一環として音楽を使って大衆をマインドコントロールする実験をしていたのね。うん、待合室かお前。もうしてきた、いきなりヤバいですね。今ちょんぱ出したの。で、1953年に ISO 国際標準化機構っていう機関が世界の音楽の基準を 440Hz に設定したために、今では世界中で作曲される音楽のほとんどが 440Hz にチューニングされてるね。年だから耳ダメだろ。0Hz かお前。ただこの世界基準とされる 440Hz っていうのが、最近の研究で宇宙の波動に合わずにそのような音楽を聴いていると精神的に不安定になったり、切れやすくなったり、洗脳しやすくなったりするらしい。まあ要するに人類の意識とか感情に悪影響を及ぼすことが最新の研究で分かってるね。マリカ440万ミリかお前。そう、つまり現在人気のあるロックとかヒップホップや EDM のほとんどが 440Hz なんだ。特にね、あのヘビーメタルなんかね、もう悪魔崇拝達成ってもうネタだけどね、自らやってるわけで。やっぱ 440Hz なんですか、関さんも。うちの電子レンジはね、50Hz だね。関係ないだろ。で、その一方で聖なる周波数と言われるものが存在してて、それが 528Hz なんだね。ニューヨークの分子生物学者のグレン・レイン博士の研究によると、紫外線を当てて欠損させた DNA に 528Hz の振動を持つ様々な音源を聞かせると DNA の構造が修復することが分かったので、元気になるってこと。ただこの周波数の存在にいち早く気づいたのが極秘最高組織であるイルミナティだったのね。これ金だろお前さ。そう、つまり彼らイルミナティにとって一部のエリート層を残して人類を総奴隷化することを最終目標として捉えている。彼らにとってこの聖なる周波数である 528Hz というものは邪魔でしかないのね。まだクソみたいな計画やってるね。消されるぞ。そしてこの 528Hz というものは、実は中世のローマカトリック教会の代表的宗教音楽であるグレゴリオ聖歌にも見られた周波数とされていて、もう音数に本当に聖なる歌に使われてるってことなんですね。ただある時期からバチカンにイルミナティ勢力が入り込んで実質的に支配してからは、残念ながらこのグレゴリオ聖歌というものは書き換えられてしまって 528Hz ではなくなってしまってるんです。これまずいね。これ関さん言って大丈夫だったんですか。まあね、アウト寄りの政府で。アウトだろもう。そして1910年代にロックフェラー財団がアメリカ音楽家協会に資金を提供して標準の周波数を一変させようと試みたんだけれども、この時は失敗に終わってるのね。ただ彼らは諦めずに、その後ナチスの宣伝大臣であったパウロ・ヨーゼフ・ゲッベルスの協力もあって、1940年頃にアメリカが 440Hz の音を世界中に導入させてしまったのよ。そして1953年には ISO がその 440Hz を標準の音として認証したのね。つまりこれ ISO っていうのはやはり何の組織ってことですね。 ISO でしょ。 ISO でしょ。はい、いそじゃねえかそれ。そしてその直後に第二次世界大戦という世界的な戦争も起きていて、それもあまりにもおかしすぎるのね。で、彼らは 440Hz の音を使って人々の感情や行動を都合よく操って人々の意識を支配したのね。そしてイルミナティに反抗して殺された著名アーティストが存在するのよ。表向きには熱狂的なファンに殺されたというふうにされてるんだけれども、実際は 528Hz の曲イマジンを作って殺害されたジョン・レノン。恐竜さんや